カジサックさんと嫁サックさんでした。いやー、どうもお久しぶりでございます。エアラケチャンネル解説一発目にコラボさせてもらって、はい、それ以来になりますね。そうですね、今日はちょっと、カジサック夫婦とエアラ夫婦でちょっと企画をやろうかなと。夫婦同士ですね、うん、本当にお互いのことをもっと分かってるのかっていうね、どっちが意思疎通できてる夫婦なんかっていうのをね、お題を出して、うん、一緒の答えが出せるかどうか。例えば、あー、なるほど、合わせましょう的な。そうです、合わせましょう的なことでございます。二人っきりで最初に行った外食の場所。せーの、ぞほな、はい、正解。うわほな、すごい。カジサク夫妻の答え見てみましょう。ドン、はい、うわー、結構よ、ね、これはアウトです。よし、エアラケ1ポイントさあ、さあ12問、はい、ではちょっとレベルを上げます。お、何、お二人ご夫婦、うん、ずっと過ごされてる中で、うん、奥さんが一番嬉しかった瞬間。うわー、あー、これは、はい、そうやな、合うかどうかは分からへんもんね、はい、これは答えがないもんね。いやー、それはむずいわ。だっていっぱいあるもん、思い出って、はい、なあ、うん、俺も分かった、うん、なんで多分やで、カジさん多分いろいろサプライズもやってるし、付き合ってる時にめちゃめちゃ遠いとこおったのに、カジさん車でずっと通ってたの。よう知ってる ね、 ね、そうそう言ってた。そういうのとかもうアタックとかあって、だから嬉しい瞬間多いと思う。僕よう言ってたんですよ、付き合う前にね、付き合いたいからこう思いを込めたって千葉まで僕迎えてたんですけど、あの時は多分喜びよりも最初何やこいつって思ってたと思うね。あ、ほんまにサプライズで言ってたから。だって来ない、バイト終わって過ごしてたら俺おんねんいや、嫌やった、嫌な人やったらむちゃくちゃ怖いいやだから嬉しい瞬間多いと思う。俺はクズやったから基本的に。いやいやいや、クズでしょ、やめてだからなんかやったことが少ないから、うん、そう、ない本当にあると思う。一番、うん、はい、もちろん難しいとは思いますよ。あ、はい、たくさん思い出がある中でめちゃくちゃあるな。うん、はい、2個あるんだけどね。あ、うん、なるほど、僕も2個やと思った。いや、俺も2桁ぐらいあるもん今すごいな、それがすごいな。いっぱいありすぎてさ、はい、いっぱいあるでしょうね、やっぱりね。できてるから、もううちができてるからっていうのを喜んでくれてる。エアラケチャンネル、イエーイ。ミキ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 ってつやで言えへんめちゃめちゃ弾いてますよデュアーデュアーあれあれ言わない。ほんで、ただ見てる人も知らないちょっと待って、やばいって俺これ、ね、一番嬉しかったことやろ、はい、僕はもうこれだと思います。もう言ってるよ、バーデューワーって言ってるデューワー言ってたやほらやっぱそうやん、デューワーデューワちょっと、ミキ哲也さん本人を知らないのに覚えたじゃないか、あれあれはぁ言ってる人の息子、休館長みたいに使うのよいやもう、ほんまにいっぱいありすぎてこれであってほしいみたいになってる俺。ああ、なるほど。あ、これね、だからほんまにね、うん、結構僕サプライズ、その動画でもやってますけど、動画外でもやってたりするんで、やってるんだよ、すごいよね、ごめんね、本当に。だから僕はね、サプライズ、あ、まあヒントになるかな、まあ、今方がいいか、うん、まあね、これだけ言わせよ、はい、サプライズに一番はないと思うの俺。サプライズ関係で一番を決めてしまうのは嫁さんの中で多分ないと思うのよ、はいはい、だから俺はもう全部やめた、そこ。なるほどね、うん、まあでもサプライズでもこうその時の自分の精神状態とか、うん、いろんな状況があるじゃないですか。まあね、それでやっぱり衝撃的に残ってるっていうのはやっぱあると思うんです。確かにね、うん、どうなるか分かりません。はい、行きましょうか。これちょっとカジサック家からいきましょうか。うちから行く、はい、怖いわ。じゃあ行ってみましょう、はい、答えお願いします。せーの、こちら、あれ妊婦体
生の時、ほんまに大変やったんやな、すごいわと言ってくれたこと。おあ、でもいやでもめっちゃ嬉しいやん。あれでも長男を妊娠したことだからもう完全に一緒っすね。リアクションでバレたよ。こちら、あれ妊婦体験の時、リアクションカットしてくれたやん。だらくここだけにしておいた。え、どういうことどうですか、これ今日の妊娠したの。 まず僕は、やっぱりうち、うん、そう、パパだよ。僕は、やっぱり子供5人いてるんですけど、1人目、長男の1人目の妊娠した時まだ21歳、はい、その時に、検査薬をした時に、できましたっていう印が出た時に、僕に連絡してきてくれた時に泣いてたんですよ。はい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 、すごいやっぱり喜んでたし、思い出深いかなと思って、なるほど、恋したんですけど、そっちか、なるほどな、これは、これはやっぱり妊婦体験をした時にこんな大変やったやなってすごい気がついたみたいで、うん、結構一日中妊婦ジャケットをつけて、うちのねチャンネルの動画の企画でやったんです。はいはい、やりましたね。その撮影外でもマジでこれ本当にこんなきついのってずっと言ってて、でその後からすごい優しくなって、うわー、これでも皆さん言いますよ、やっぱりその奥さんの大変さが旦那に分かってないじゃないですか。で、はい、それ分かってくれないのが一番イライラするみたいな。そうね、うん、俺だから自分の動画で言ったかもしれないけど、ああいうの必須科目にすべきやと思う。ああなるほどね。ほんまに中高生ぐらいで経験してみる、はい、どれだけママがすごいんだよっていうのをやってほしいなと思うんやけど、確かにほとんどどうなんこれ。いやでもね、このパネルだけ見たら正解に近いんだけど、うん、丸ではないよね。三角だな。でも妊娠あとエピソードが良かったから、なんかありがとうございます。こっちが罰やったら、そうね、そっちポイントでかすってなかったらこっちポイントでいい、はい、やった、優しいな。展開的にもね、そっちが負けられたらちょっとサーブも行きにくい。それは言わんでいいじゃあ、言わんでいいやじゃあ、はい、答えいきましょう、はい、せーの、ドン。あー、そっちね。素敵やな、この答え。いや、でも、俺10年越しのプロポーズ、これは、うん、動画でやったんですけど、やってましたね。ただ、自分がやったことをこれ一番嬉しかったやろ、みたいになってるのが外してんのがめっちゃ恥ずかしい。確かにな。恥ずいな。いやだわ。いや、素敵。あ、そう、うん、いや、これはまあそうなんですよ。動画見ていたら分かるんですけど、はいはいはい、プロポーズっていうのをしてなくて、うん、結婚しようかみたいな感じでもうしたから、うん、それを10年後にやろうって決めていて、はい、でその10年間で一番こう結果が出たのが、モノマネ王座決定戦っていうのをフジテレビの優勝した、うん、その時の、賞金100万円を使ってプレゼントしたっていうのがあったんです。素敵な話やわ。でその時に泣いてくれて、あんまり泣くことなんか見たことなかったんで、うん、それかなと思ったんですけども外しましたが、それを超えてくる答えよ。R1 決勝、はい、これヨーグルトのやつです。何を決勝するの。ヨーグルト大会。ヨーグルト大会ね。R1 早めに決定戦、早めに決定戦優勝、決勝決勝行ってないし、それ書いたら俺ちょっと殴りますね。あれ、でギャル曽根さんに負けたやつじゃない。結構出てるな、ほんで。全般出てないな、ほんで。R1 決勝やんか。 R1 決勝、これはマー君の人生が変わった瞬間、うん、だったかなと思って一緒に、はい、これは通知があった時、そう、行ったっていう電話の時、うん、うわー、いいなー。そう、あ、そうやな。そういえばその話を、うん、そういえばその昔話を夫婦トークっていう動画でやってたんですよ、晩酌してながら、うん、まあ、その話をしながら一人で泣き出したもんな。いや、もう素敵な。あ、そうやな。だわー、そうなんですよ。僕この R1 決勝2009年行った、このここで準優勝したんですけど、その日の次の日から急に顔刺されるようになって、その日からお仕事が増えてご飯食べるようになったんですよ。うわー、じいさんにもご飯ごちそうできるようになってみたいなことだ。でこれがきっかけでもう結婚しようかってなったんですよ。うわー、素敵やんかー。うわ、まさかこれ初止まれへんかったわ。そう、でもどっちかだったの。うわー、2択だったんだ。マジか。いやでも素敵な話やわ。いやでもこれはもうちょっとこっちが罰だったんで、うん、そちらに1ポイントっていうことだ。なんかもらいづらいな。だって俺こんな自分でもあれけど全然ちゃうからね。うん、まあそうね、いいんですか。いやいや、もうこれはいいですよ。ありがとうございます。1対1、これだからもうこれ最終、次ラスト、次ラストで OK、 いきましょう。はい。
もう最終戦ですけど。そうね。ちょっと絶対に勝ちたいんですよ、俺。いやいや、こっちも勝ちたいよ。うちのチャンネルでしょ、やっぱり勝ちたい。まあまあ、気持ちはわかるけどね。ちょっと3問目、僕からだしですか。お、お題を、うん、何そんなん知ってるやつとかやめてな。いや、知ってるやつじゃないです。ほんで、僕思うんですよ、うん、だから、カジサック家はもう動画でもいろいろ未来のことも喋ってるじゃないですか。結構喋ってんの、夫婦間の話は。だから、なんかその、これから行きたいとことか、老後やりたいこととか全部わかると思うんですよ。まあ確かに、その辺はわかると思う。だからそういうことじゃないことの方がいいと思うんで。どういうこと、嫁さんが一番好きな曜日。これいろんなね、ところから考えなきゃダメですよ。例えばもう子供の、あのこの日子供のなんか習い事とかいっぱいあって送り迎えあるなとか。そうね、土日ご飯いっぱい作らなあかんなとか、うんうん、いろんなことを考えて7択は。これおもろいな。実はむずいと思う。俺でももう出たな。うん、出た。でも語り合えることじゃないからね、これ。やっぱ喋ったことないと思うもん。曜日お前いつ好きだな。ないないない、一回もないねんけど。やっぱり普段生活はずっと見てるやん、はい、何曜日がきつそうやなとか、はい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 、あるやん、はい、サイクルがあるから、うん、俺は出たね。もう私も出ました。あ、そう、うん、俺問題出しといて出てへん。この曜日しかないと思うねんな。あれちゃうかな。最近好きになった曜日もあるんだよね。曜日ってやっぱりね、好きな時期があるんですよ。あれちゃうかな、ちゃうかな。でもどっちにしたって7択やから。そうね、あれこれあったらおもろいな。あったらおもろい、あったらおもろいわ。どう出していく。じゃあカジさんから出して、うん、内容聞いて、はい、で次ミキコ。わかりました、はい、なんでミキコ。で、ミキコが次。で、そっちのチームは江原が先出して。はい、そうですね。で、その後千鶴が出して。いや、千鶴よ。千鶴やけど、僕も今ちーちゃんって呼んでるのな。じゃあいくね。はい、カジさんお願いします。僕の答え、はい、こちらです。ドン、金曜日。あれ、なんで金曜日。これは、はい、やっぱりまあ今せんちゃんも幼稚園始まって、はい、お弁当も作らなきゃいけないっていう状況。月火水木金続くわけじゃないですか、はい、で土曜日はもうせんちゃんお弁当ないんで、はい、まあお弁当次の日も作らなくていいっていう安心感がある、はい、そしてやっぱり土日って思いがちなんですけども、はい、土日ってやっぱり子供たちが家にいるからやること増えるんですよ、うん、確かに。楽してるなーっていうか、楽な状態っていうのは子供たちが学校行ってる時だと思うんですよ。はいはいはい、休めるから、うん、だから金曜日ですよ。一番最後だし、次の日からはお弁当は作らなくてもいいんだけども、はい、一応休みも見えているっていう状況、うん、なるほどね。で、金曜日は子供たち6時間が多いから、はい、小学校とか中学校とかが一番こう休まる時じゃないかなと僕は思います。いいですね、推理。いい推理ですね、これは。はい、いいですよ、頼む。いきましょう、皆さんお願いします。土曜日です。土曜日。いや俺な、どっちかやって、どっちかと思った。で、でも同じ理由やったりするね、土曜日も。俺、うわ、くそ。何ですか、土曜日は。次の日も休みだし、で、土曜日はほら、学校がないのでちょっと緩いじゃないですか、朝も、はいはい、ゆっくりできるし、で、やっぱり上の子がいた方が楽なんですよね。あ、そうですよね。そう、そうなんです、うん、だから、あの、かんちゃんがいる日がいいなっていう、うんうん、三角かかすってたけど、保険的に入ってただけ。ちょっとちょっとかするな、しかしちょいかすりやな、はい、うん、そうなー、悔しいわ。いいですか、私が前原。はい、お願いします。はい、木曜日です。おい、木曜日だけね、うん、習い事が全然ないんですよ。あー、なるほどね。で、まあうちもそうですよね。長女が10歳なんですけど、いた方が結構下の子のメイクで遊んでくれたりとかいうのもありますし、だからもう月火水木が基本的にそんな変われへんかなと思うんですけど、うん、土日みんないるじゃないですか、うん、でみんないたらやっぱ土日絶対どっかに遊びに行ったりするんですよね、連れて行ったりとか、でそれも大変なんかなとか思ったら木曜日だなと僕は思う。なるほど、はい、いい理由ですね。はい、頼む。どうだ、千鶴さん。いきましょう、どうぞ。じゃん。嘘。みんなそうなんじゃない
うん、出かけの好きやから今日どこ行こうかってみんなで決めるのも好き。え、でもすぐ用意せえへんかったりとかでさ、イラッしたりするやんか。まあね、バタバタはしてるけど、うん、まあでも、まあ精神的には。あ、そう、本当にお子さんが好きなんですよ、ジゼルさんは。そうか、いや、でもなんかもう行かないよとか、もう用意しないと行かないよとか言ったの聞いたら、やっぱりちょっと続けていくのも大変なんかなとか思ってたんやけど。いやでもこれ、江原さんめちゃめちゃ栄養剤やった。知れ栄養剤知れたから面白いですよ、ね、面白いこれ、うん、で、まさかのここが合うっていうね。じゃあお前やっぱ、ママさんそうなんじゃない。土曜が多いかもわかんない、もしかしたらね。まあでもトータル考えた時に曜日ではうちの方が近いから関係ないやん。そっち金曜日挟んでる。そっち金曜日挟んでる。そんなんで、そんな計算近い。嘘やん。嘘やん。いやでもこれいい感じの、ほんまにあの同点やったと思う。そうやな。うん。これは引き分けや。引き分けです。いやいやもう引き分けしてよかった。面白かった。まあ、うん、そうね、うん、全然引き分けの感じしないけどね。あの、勝ちで、勝ちやと思いますわ。いやいや、それ言ったら別に勝ちやと思いますよ。いやいやいや、絶対勝ちやと思いますって、そっちのな。うん、そうですか、じゃあこっち勝ち。もうちょっとキャッチボールしいや、楽しかった。いや、ほんまに、はい、あー、でもいい家庭やなと思って。なんか、エピソード聞いてたらほっこりしますね。いや、こちら嘘ですよ、それは。俺はもう今一番は R1 が一番来たね。あ、そうです。千鶴さんの小さな R1 って出した時が俺は一番愛を感じたし、だって自分に何かしてもらったことじゃなくて、旦那がいい結果、仕事でいい結果を残したことが今までで一番嬉しかった。こんな素敵な話ないよな。そんな一番来た時によう、ヨーグルトでボケれたの。今から話聞こえる時に早飲み決定戦。いや、素敵な話でした。ああ、よかったです。ありがとうございました。ありがとうございました、本当に。じゃあちょっといつもうちでやってるのあるんでね、はい、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また見てねっていうのがあるんで、はい、じゃあちょっとミキコお願いします。ありがとうございます。ミキコ言うな。そこは地図を出せ。さあ、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また見てね。バイバーイ。Ha ha ha!